はい、どうも、ルールカーです。パズドラ実況やっていきます。本日よりランキングダンジョンアテナハイが来ておりました。ネプドラパーティーで行ってみようかなと思ってるんですけども、ちょっとこれひどいですよね。まずアテナが、レベルマックスじゃないっていうのと、覚醒が1個足りないっていう、まあちょっといろいろ不安要素はあるんですけれども、初見なんで、ちょっと腕試しにちょっと行ってみようかなと思っております。10フロアなんで結構長いんで、ちょっとね、プードラだと辛いかもしれないんですけども、ちょっと頑張ってみたいと思います。挑戦する。あ、全然ダメじゃん、これ。やばくね？ああ4つ目じゃん。当選の鎖発動。攻撃に対して水発動。え、残った。うっそー。ああ、3。ああ、3コンボか。なるほど。3コンボ忘れていました。くそちょっとネプドラだときついかな、やっぱり。
属性じゃ落とせないかな。あ、落とせた。でも時間切れだね。ちょっといろいろ検討材料が必要だな。ちゃんと組めればね、火力出るんだけど。残念だけど。やばい、これは失敗した。うわー、無理。操作時間も足んない。マイナス189秒。長い、通信中。え、メンテナンス？あ、メンテナンスになっちゃったのか。なるほど。というわけで、ちょっと間が悪い。まあ、これも、なんかあるのかもしれないですね。はい。ご視聴どうもありがとうございました。ちょっとまたいろいろ検討して、別のパーティーで行きたいと思います。ちょっと、ネブドラを全然私使いこなせてないなっていうのと、あと、やっぱりこのアテナ杯にもしかしたらネプドラ向いてないかもしれないなっていうふうに思ったんで、ちょっと別のパーティー考えてみたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。バイバイ。ルールカのゲーム実況チャンネル、最後までご視聴どうもありがとうございました。
はい、ルール化のゲーム実況チャンネルではチャンネル登録を推奨しております。最新情報だったりとか更新情報、チャンネル登録していただければ届きますので、ぜひチャンネル登録いただければなと思います。もう一つのメリットといたしましては、私、ルール化のモチベーションが上げ上げになって、動画の更新頻度が上がるかもしれないです。はい。あとですね、動画に関連する、ブログを、更新しております。動画の概要欄から、リンクで飛べるので、ぜひ、ご覧ください。では、それではまた。次のチャンネルでお会いしましょう。バイバーイ。